どうも、ふうへいです。そこで今回は、アイテムの名前を変えて渡したら気づくのかっていうドッキリなんだけど、まあ普通にね、サバイバルをしながらやっていくわけなんだけど、まあ僕の友達に A ボタンっていう人がいるんですけど、A ボタンがめちゃくちゃマイクラに疎くて、だから新しいバージョンとか全然知らないわけよ。だから今回ね、いろんなアイテムを作ってきました。まず一番左から、これサドルって書いてあるんだけど、これ実はクラっていう漢字なんだよね。まあ、一番最初はね、簡単にするように、まあ、意味は別に間違ってはないし、まあ、ちょっと名前の表記が違うだけ。そして次、腐ったドア、これは歪んだドアです。次がこの模様入りの石レンガって書いてあるんだけど、本当はロードストーン、これ俺も知らない。レベル4、ウサギの耳、これウサギの足です。これまあそんなにわかんないんじゃないかな。でこっから割とあれなんだけど、これはネザーレンガのかけらって書いたんだけど、これネザーライトのかけらです。だからこれめちゃくちゃレア。さすがにこれはやばいと思うんだけど、磨かれたブラックストーンじゃなくてネザライトブロックです。これね、だからクラフトとかされるとバレちゃうね。でレベル7にてついにこの古代の残骸、ネザライト鉱石の元となるアイテムなんだけど、これをね、あの普通にポンって渡します。多分あいつ知らないから普通に足場として利用する気がする。さあレベル8、これネザライトインゴットって書いてあるけど、ネザーレンガです。でまあさすがにもうここら辺に来ると絶対にバレる気がするのよ。わかんないけどね。でこれでもしバレなかったら最終段階、ダークオークのトラップドアじゃなくてチョコです。チョコだよな開けるチョコ。まあね、ということで早速やっていきましょう。どうもふうへいです。はい、どうも、イエイイエイ。ということで今回は久しぶりに、なんとこれ覚えてますか俺たちが太古に破壊し続けたラッキーブロックの化石そう、これはなんとラッキーブロック、真のラッキーブロックということで、今回はこのラッキーブロック、俺らお互い10個ずつ使ってネザライト鉱石をゲットするって目標でやっていきたいと思います。まあまあまあとりあえずじゃあね、ネザーに行けるように頑張ろうってことでね。いやちょっとじゃあ最初にツール出せる可能性あるから、俺ラッキーブロック壊しちゃおう。ね、見てなかった。ケビン、ジェームス、ブロック、ペング、A ボタン、たくさん、これ俺の味方の犬だな。でも俺攻撃したら死ぬからね。じゃあちょっと A ボタン。じゃあ見ててよ。君たちも可愛いね。痛いよ。痛いよ。あいつがやったんだ。ツールが出てくる。未来が見えた。いきます。え？何も出ない。ラッキーブロックは俺だったお前か。あ、出てきた。なんか出たよ。え、なん取ってんじゃん。なにこれ、サドルえ、ねこれ出てきた今。何？あ、分かった分かった分かった。これは風配と俺の心の扉を示しています。仲が悪いんです。開けんなよお前。え、待って、ねえねえねえお前何言ってんだお前あれ上見て、あれ何、あれが降ってきたんじゃない？お前絶対あれじゃん、なんかこれゴーレムだよ、ゴーレム。あれは木の神としてたたってようぜちょ、じゃあそろそろ俺2個目開けちゃおう。いいよ、どうせね。いきます、いいの出るから。ラッキーチェストプレート、え、これネザライトじゃん。え、でもこれは防具だから。おい、終わるな。お前何ですか。あー、ごめん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 。終わった、どうだよと。お互いにもっと開けてみようぜ。ちょっとじゃあ、はい、こっち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 さっきみたいになるからじゃあいいよ、開けてみて。はい、行く行く、開けていきます。オッケー、はーい。おっ、8じゃん。いや、これ攻撃しちゃダメだよ。なにこれ、なんか手に入ったんだけど。なにこれ、模様入りの石、え、ちょっと模様入りの石レンガだって。綺麗だろ、めっちゃ綺麗じゃない。なんで俺がいっぱいもらってんのに、なんで持ってんのよ。俺のだよ、返して。ちょっと食べ物欲しいね、やっぱ。おっ、おっ、おい、バケツ取られた次のラッキーブロック、はい。おふはや、君の死の花向きやるよ。チューリップ、花言葉は A ボタン。はい、行きます。はい、お、かわいい、かわいい。待って、ジョニー、ジョニー、待って、ジョニーやばい、ジョニー。あ、待って、犬たちが見て見て見て、すごい、対抗してる。犬 VS ジョニー、すごい強い犬、ありがとう。はい、え、すげえ、うわぁ、やばいやばいやばい、待って待って待って、やばいやばいやばい、こいつこいつやれこいつやれ、やばいやばいやばい、ホグリンが、ホグリンが武器とかないけど、いや、大丈夫、オッケー、
あ、大丈夫かお前ら、やつらの戦果あげるよお前には。ありがとう。ウサギの耳だ、うめえ。ウサギの耳食うな。あれダメ。よし、てかネザライトいけるじゃん。すごくね。半分破壊します。ドン、ドアー。あ、やばい、マジでやったかもしれないこれ。え、ボタン待て、水、水、おお、犬たち、犬たち、あぶねえ。もう少ない。ジョリーは、ジョリー、あいつの墓建ててあげようぜな。じゃあ、あいつの墓を建てる。これでジョニーここに眠れ。ジョニーここに眠る。なんか食料欲しいな。あ、これいらんな。食料来い。お、ん、なんか幸せになった。あ、まあちょっととりあえずネザ行ってみるか。ええ、ええ、うわや、うわや、後ろ向いて。お前ジャンプ力が高くな、え、あ、待って、お前待て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 、おつけおつけおつけ、俺が水を引く。俺の水に置き落としてこい。頭を取れ。うん、なんで落ちたの。あ、自由に、待って、俺自由に操作できるぞ。そう、あ、落下ダメージ効くからやめた方がいい、それは。うわ、ちょっと待って、これ外れじゃないな、ここは。ちょっと、俺が足場置いていくから。つい、待って、残り俺1ハートなんだが。行きますよ、俺から行くね。はい。はい。お、エンチャントボン、お、すごい、めちゃくちゃレア。ただ、つけられないね。私の8個目。何、お前何が出てんの。エンチャントテーブルです。はい。おいいな、ラッキー、 あげるよ。見て、ネザーレンガのかけらをゲットした。なにこれ、え、これ何、ネザーレンガのかけら。何に使えんのこれ。ネザーレンガ製作じゃね。あ、そういうこと。じゃあ行きます。はい、9個目、食料来い。え、ん、え、あ、それさっきとなんか同じような足じゃね。あ、落下耐性ついてやん。跳躍力上昇と落下耐性めっちゃいいじゃん。お前頭を組み合わせれば最強。そうだね。イエーイ、え、うわー、おい、おい、そっちに近づくな。元気いったん。待って、いった、いった。ちょっと痛かった。あと半ハート、やばい。俺じゃあ残り2個だから行きます。はい、お、あ、え、ダイヤモンドじゃん。なんか変えれるらしいけど、まあいいや。行きます。うん、僕ラストで、ラスト。はい。ラストラッキーブロック。え、うわー。お前のほらゲットした。あ、ありがとう。古代の残骸。俺が食べてきた人間のな。あ、これ食べてきた人間の残骸なの。そうだよ。ガボー。え、また出た。お前ら、ケリー。お前ら帰ってきた。あ、埋まった。あ、出てきた。僕たちの10個開けなくなさすぎませんか。まあちょっとね、いいものがなかったからもう一回ちょっと10個追加してやろうか。ポン、じゃあ俺1個開けるわ。ボブ、やばい、やった、やった、ボブ。いけ、犬たち、こいつは死なない。そのうちに俺ら開けとこう。はい。あ、TNT、 いや、俺が武器を引く。逃げろ。え、あ、あ、ダイヤだ。逃げろ。はい、ぬで、あ、大丈夫か。大丈夫か。危ねえ。俺が助けてやるツールを出して待ってろよ。俺が助けて。俺が、え、なに、シャベルじゃん。シャベルじゃん、これ下から行くか、下から出てみる。Z ローは助ける。え、あ、鉄層が、え、待って、鉄層がダイヤのセットだよ。あ、ほんとだ。これでなんかいけんじゃないのか、作業台とか作って。頑張れ、待って。なになに、怖い怖い怖い。あのダイヤ、あのダイヤ、あ、危ねえ、バレた。え、ボタン、お前が作業台を作るんだ。で、今行くぞ、助けて。あれ、行きます。はい、あ、大丈夫、俺が助ける、俺が助ける、俺が助ける。あ、あ、あ、ナイス。待って、これ泳げるから出られる。危ねえ、すごい、イエーイ、危ねえ。 A ボタンくん、なんでしょうか。実は、はい、鉱石めっちゃ落ちた時あったじゃん、俺が閉じ込められた時。その時にね、なんとご覧ください。なんとね、そう、これ読み上げてください。ネザライトインゴット。お、すげえ、なんとゲットしていてたんです。おい、言えよ。なんか今回のサバイバルおかしくないですか。何がですか。なんと今回偽企画です、このラッキーブロック。ちょっとこっち来てよ。まずこれは最寄りレンガっていう名前じゃないんですよ。てな感じで、今回いろんなアイテムの名前を詐称して
A ボタンに渡してきました。 A ボタン、これネザライトブロック。まだね。そう、あ、ちなみにこれダークオーグのフェンスね。あ、フェンス、何がチョコやねん。まあこれをね、ネザーレンガのやつを使うとこういう作り方で、こういう風にね、ネザライトインゴットがこれかけら4個と金4個でこれが作れます。今回の目標はすでに達していたと。なんなら俺足場に使ってたしな。さようなら。ってことでね、今回はドッキリ成功ということで、 A ボタン君はもっと知識をつけましょう。違いますよ、これは分かりにくい騙しをしました、彼が。ダメですよ、これ気づけません。気づかなかった方、チャンネル登録と高評価。こす。ってことでね、次回見てください。じゃあな。バイバイ。